プロレス、新日本、24日、後楽園ホール。今月で対談する岡田和地が、所属としてのラストマッチで、棚橋博石井智弘と保持するネバー無差別級タッグ王座の防衛戦を、マイキー、ニコルス、シェイン・ヘースと、藤田厚生組の挑戦を受けていった。試合前から特大の、岡田、 コールに包まれた岡田はダイビングエルボードロップ、ドロップキック、レインメーカーと得意技を惜しみなく披露して藤田からスリーカウントを奪い、8度目の防衛で優秀の美を飾った。バイクを握った岡田は、もう泣きたくないんですよ。散々泣いたから。でも17年間、熱い熱い熱い歓声、本当にありがとうございました。と涙でファンに感謝。 試合後は石井にベルトを巻いてもらったが、今日で返上します。としつつ、石井さんと棚橋さんには本当に感謝しかありません。と、タッグパートナーに礼を述べ、また、必ず会うと思いますので、その時岡田和親を、レインメーカーをよろしくお願いします。と、ひとまずの別れを告げた。会見では、2007年、19歳の時からですかね。 たくさん学ばせてもらって、メキシコから帰ってきてガリガリのどうしようもないレスラーでしたけども、ここまで一人前にしてもらって、しっかりと送り出してもらえるという、本当に感謝しかない、と団体に感謝。2月はフリーとしてに、11大阪大会、に23 23&2、24札幌の3大会に参戦。 大阪では棚橋と一気打ちを行う岡田は、しっかりとね、外敵として、社長業に専念させてやりたいなと思います。と宣戦布告。これでおしまいじゃない、お別れじゃない。また会いましょう。と、違う形での再会を詰まして去った。また、棚橋はあえて岡田と試合後の会見を共にせず、妻でもいてほしいという。 そういう願いは不思議な感情なんで。中村晋介の時もそうだったけど、大きな喪失感はあるよね。ただ、今は止まってられないからと話した。岡田を見送った石井は込み上げてくるものを抑えきれなくなったのか、想像以上に来るな、これ、と報道陣に背を向け、試合で学ぶものたくさんあったし、リング外でもあいつから色々学んで、 三人でタック組んだのも岡田のおかげだしな。最後、新日本を復活させた男、棚橋、と新日本を変えた男、岡田、この二人とタックを組んでベルトを負けたことは誇りに思うよ。岡田、ありがとう、と、キャリアも年齢も下の岡田に感謝していた。